で夢を追いかける若きアスリートたちを応援する番組、ダイヤの原石よ、いざ明日へと羽ばたけ、君こそアスリート。今日紹介するアスリートは中央大学の2年生、玉上和義選手。郡山市出身で学法石川高校陸上競技部 OB です。高校時代は国体、インターハイで輝かしい成績を収めたスピードランナー。専門は中距離、 1500m の自己ベストは20歳以下の日本歴代4位です。中距離ってのは陸上競技の格闘技って言われてるんですけど、本当にそのぐらい接触とか激しいんですけど、短い時間でいかにその相手の隙をついたり、やっぱりその駆け引きが本当に面白くて。先月兵庫県で開催されたグランプリレースでは、高校の後輩で実業団1年目の遠藤日向選手と同じレースに出場しました。高校っていう場で日本一を競う、本当に最大のライバルだったと思うんですけど、今2人とも日本一にはまたほど遠い。次は本当の真の日本一を2人で切磋琢磨して取りに行こうっていう。この日の練習メニューは 8000m 走、それから 200m 走を5本、 200m を22秒台で走る驚異のスプリント力が玉上選手の強さの秘密です。そこは最低限、世界で戦うための中距離選手のスピードだとは思ってるんですけど、やっぱり自分の中ラスト100の切り返しのところがやっぱり一番の武器だと思うので、そのラストの切れ味がやっぱり自分の中の一番の持ち味かなと思っています。もう生きている中で日本でオリンピックやるのはこれで多分最初で最後だと思うので、東京を目標にしてやっぱ日本記録を作って東京オリンピックに出場したいという今の最大の目標になっています。